れが旧王明会だったんですね。今はほとんど使われない。
そう橋という場所なんだ。道所の道所橋というものかな、吊り橋になっています。では、渡ってみましょう。5人以上 渡らないようにと書かれていますね。あ、これは美しい。さっきお弁当をいただいた中山の集落が見えています。ちょっと揺れてますね。これがカディの風景です。もう確かに揺れてる。それではもう一度戻りますので、逆方向からの景色を楽しんでみてください。